はい、じゃあキムマ通りのすぐ近くですね。そこがキムマの通りです。はい、の近くにサービスアパートで新築ですね、2年前ですから2010年築のまだ築浅の新築の、サービスアパートの部屋がですね一軒今空きがもう近々出るとチェックアウトが出るということで、慌てて今撮影に来ました。ちょっとご紹介しますね。まずここはですね、82平米8階建ての6階部分ですねの、82平米のワンベッドルームです。ですので、まあ、単身の方お一人でお住まいいただくにはちょうどいいぐらいのスペースかなと思いますね。エレベーターで上がってきて6階ですね。まず入り口がこちらの方にありまして、入ってすぐに、まあ、下足箱とあとはまあリビングですかね、リビングダイニングがこんな形であります。ソファーセットですね、非常に綺麗ですね。はい、で、ちょっとした、まあ、出窓というかですね、こういった明かり取りのまあ、コーナーの窓がありましてですね、でここを開ければここで防音サッシになってますので、まあ、ちょっとした風通し、あ、非常に、いい風が入ってきますね。風通しもしくは明かり取り用の、こういった出窓がついてて非常に明るいですね。はい、で家電製品等はすべて、冷蔵庫からウォーターサーバー、電子レンジで二口のコンロで、炊飯器ですね、こういったものがついていると。同時に、食器、これ乾燥機ですね、洗浄はしませんけど乾燥をしてこんな形で、まあ、食器の、食器棚等ですね、スペースがない場合にここにまあ入れて乾燥してそのままもうそのまま置いていただくというふうな使い方ができるというの、ものがこれ標準でついてますね。はい、でずっとこう奥の方に行って、まず右側にこれはサニタリーですね。はい、洗面とお手洗いと、バスタブ付きのトイレ、お風呂ですねがあります。非常に綺麗ですね。でバスタブにはお風呂にはこういった先ほどの出窓のところのように、風通しの、まあ、効く窓がありますので、まあ、湿気たりね、そういったかびったりすることはこれ開けていただければいい風が、中に入ってきますので換気がすごく、いいですよね。ゆったり浸かれるこういったバスタブが標準でついているというのが、このお部屋ですね。でワンベッドルーム、これワンベッドルームですので、この一番奥のドン付きがキムマ通りが見えるですね、一本中に入った通りに面したワンベッドルームですね。まあ、パッと見た感じ8畳分ぐらいの広さがあります。はい、壁には非常に、まあ、収納たっぷりのクローゼットがあって、エアコンは 2way の冷暖房のエアコンがついていると。はい、で、まあ、綺麗に、まあ、清潔なベッド、ダブルベッドですね、サイズ、キングサイズのダブルベッドの横に、こういった形で、まあ、収納があると。はい。で、反対側は、ちょっとした執務机ですね。それと、テレビと、壁掛け型のテレビがついていると。はい。でこの場所ですね、開けていただくと分かりやすいと思うんですけど、そこキムマですね。でこのような防音サッシがありますので、これを開けていただくとちょっと音はするかもしれませんね。はい、それがキムマ通りですね。奥がそのまあ、ちょっとした湖ですね。反対側に行くとすぐそこがデイウホテルですね。はい、この立地です。はい、ずっとこの通り向こうまで、はい、あるんですが、もうこの辺はオフィス街ですね。オフィス街、キムマ通り、まさにキムマ通り家に面しているところですね。はい、ただ音はちょっと開ければしますが、まあ通常昼間とかお仕事で出てらっしゃるケースが多いと思うので、まあ閉めていただくとこんな感じで、はい、静かですね。はい、でまあ遮音の、まあ、カーテンがこうついてると、はい、いうお部屋ですね。ワンベッドルームで82平米、築は、2010年ですね。はい、これの8階建てのお部屋の6階部分がこの3月末ぐらいにチェックアウトですね。ですので空いてきます。でこの お部屋の、まあ、金額賃料ですが、1250ドルです。はい、でこの賃料に含まれているサービスはもちろん税金込み、管理費込みですね。あとこれにハウスキーピング週3回、
掃除もしてくれます。掃除洗濯もしてくれます。ここの角にこの洗濯の、まあ、汚れ物を入れていただく、これカゴがありますから、ここに下着類とか使った衣服を置いていただければ、ハウスキーパーさんが洗濯をして乾いた状態にして持ってきていただけると、はい、もちろん掃除、あとこういった食器の洗いですね、食器洗い等もやってくれる。ハウスキーピングが週3回ついてると。でインターネット使用、いくら使っても料金は変わりません。それと水道代で、嬉しいのはですね、日本番組がワンチャンネルだけ、1チャンネルだけ視聴ができるという料金もこの1250ドルに含まれています。はい、いかがでしょうか。金馬通りすぐ近くですね。まあ食住近接を求めるんであれば、これ以上の、まあ、立地はないんじゃないかなと思います。鉱材地区にも近いですし、ここからまあ少し朝はね、混み合いますけども、ファンケン、ハイバーチュンあたりの旧市街地の方にも、非常に近い、タクシー30分圏以内では十分届く立地ですので、はい、立地に、まあ、立っているサービスアパートですの空きが今出ましたのでお知らせしました。2010年築82平米ワンベッドルーム、8階建ての6階部分ですね。賃料は1250ドル、含まれてますのはタックス、税金ですね、税金管理費、ハウスキーピング、週3回のハウスキーピング、当然、洗濯も込みです。インターネットフィー、水道代、日本番組の視聴1チャンネル分がついて1250ドルのお部屋ですね。はい、結構お問い合わせ順に、ご案内はできると思うんですが、なるべく早めのお問い合わせをしていただければと思います。はい、以上、お部屋のレポートを終わります。